プロボーラーならば一度は手にしたいビッグタイトルをかけて、華麗で熾烈な戦いが初めて沖縄で繰り広げられています。第31回全日本女子プロボーリング選手権大会、北谷町のシーサイドボール美浜からお送りしてまいります。大会にはトッププロ72選手が出場しまして、栄誉あるタイトルを目指して3日間熱戦を展開してきました。初日の開会式ではディフェンディングチャンピオン斉藤忍プロから優勝杯が返還されました。果たして今回この歴史と伝統あるカップを獲得するのは一体どの選手でしょうか。会場では予選準決勝合わせて33ゲームのトータルで上位4選手によるテレビ決勝が行われます。解説は日本プロボーリング協会専務理事の大久保浩さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この沖縄のボーリングファンにとって全日本選手権を間近に見ることができる、はい、非常に大きな喜びなんですが、はい、もちろんプロの選手にとっても非常に重いタイトルですね。そうですね、もうプロになったら、はい、何しろ夢にまで見るタイトルですからね、はい、それとまた日本で一番この沖縄というのはボーリングが盛んな時ですから、またギャラリーの方もよくボーリング知ってますしね、選手も燃えてますよ、はいはい、さてテレビ決勝は全日本ステップラダー方式、これはこの選手権だけで採用されている競技方法、はい、今年で31回なんですけども、第27回大会まではですね、はい、最後までトータルピンだったんです、はい、でそれを4年ほど前からですね、はい、ステップラダーを導入いたしまして、うん、そしてこのような全日本方式ができたと、はい、で一つは今までのレギュラーツアーですと勝てば勝ちなんですが、はい、ここまでの33ゲームのトータルピンの差を越して勝たないと次に行けないというシステムなんですね、はい、ではここでテレビ決勝に進出しました4選手をご紹介いたします。斉藤忍プロ、群馬県出身、1971年プロ入り、67回の優勝を誇るトッププロ。この大会では9回もタイトルを手にしたディフェンディングチャンピオン。今季勝ち星がないだけに相性のいいこの大会にかけます。金田恵子プロ、栃木県出身、1973年プロ入り、通算23回の優勝を誇る大ベテラン。97年に県内で開催されたジャパンオープンで優勝するなど、験のいい沖縄でのこの大会3勝目を狙います。金城愛乃プロ、沖縄県出身、1994年プロ入り、1年半前に活動の拠点を大阪に移し活躍。新人戦でタイトルを手中にするなど若手の有望株。この大会では県内ファンの声援を受け大ブレイク。ベテラン勢を抑え堂々2位でテレビ決勝進出です。大山ゆりかプロ、大阪府出身、1996年プロ入り、注目度ナンバーワンの若手実力者。独特なフォームから繰り出すダイナミックな投球はファンを魅了します。この大会では安定したスコアリングでトップシードでテレビ決勝進出、今季2勝目を狙います。全日本ステップラダー方式を取り入れたこの大会、シード上位者に対して予選33ゲームのトータルピン差以上をつけて勝たなければ勝者になれず再試合になります。再試合ではワンピンでも上回った方が勝者となります。この4選手による優勝争い、大久保さん、はい、テレビ決勝の見どころたくさんあると思いますが、はい、どういうところでしょうか。いやーもう本当にこれはですね、ボーリングファン私もそうですけど、はい、本当に楽しみなメンバーが残りましたよ、はい、若い大山金城が1位2位で残って、うん、そして超ベテラン、はい、ボーリング界の女王の2人といいますかね、はい、金田斉藤が3位4位で残っていると、はい、これはもう見る方にはたまらない組み合わせですね、はい、それではこの後まず4位決定戦です。かな、日本グローバル証券の株式売買委託手数料、比べてほしい価格体系、安くて分かりやすい取引で多くの皆様の株式市場への参加を簡単にします。なんかとってもいいみたい。詳しくはフリーダイヤル、インターネットで。日本グローバル証券。2月のスターチャンネル、天使が人間の女性と恋に落ちたシティオブエンジェル、伝説の三銃士が今よみがえる仮面の男、
文芸大作を再び映画化、大いなる遺産。マシンガントーク炸裂のアクションコメディー、ランウェイ。寒さを吹き飛ばすような名作揃い、ご家族揃ってお楽しみください。テレビ決勝4位決定戦は再決定戦となりました。金田恵子、そして斉藤忍、両ベテラン選手のこの戦い、見応えがあります。そうですね、今度はもうトータルピン関係ないですから、勝った方が勝ち、はい、勝った方が3位決定戦進出ということですね。全日本ステップラダー方式、最初のゲームではこの金田恵子が190ピン、そして斉藤琴音が201ピン。しかしこれまでのトータルスコアを加算しますと、斉藤プロのスコアは金田プロを上回りませんでした。再決定戦となっています。さあ、ここからが本当に主力を尽くした、そうですね、五分と五分ですから、意外とこ、前回はですね201対190でこの斉藤は勝ったわけですけど、はい、私はなんかどちらかが230以上いくような気がしますね。斉藤忍、1投目こちらも来ました。今度は2人ともですね、もう本当に思いっきり投げてますから、あまり余分なことを考えてないようですからね、これいいゲームになりますよ。スロープ1点です。ナイスボールですね。いや、この独特のステップラダー方式、再決定戦に入っています。金田、そして斉藤、このベテランの激突をこう2試合も見れるというギャラリーもね、からも本当に幸せですよね。斉藤選手、今度は1本残りました。Gサイドボール三浜の31レーンと32レーンを使って行われています。テレビ決勝その左側のレーン、31番レーンです。斉藤選手、2投目はスペアを取りました。そして先ほど最初の決定戦では敗れてしまいました金田恵子プロ、ここまで通算23勝、今年も優勝1回です。どうか、どうもね、金田この32の方が、思いっきり投げられないんですよ。これはこうどういうタイミングですとか、あるいはそのレーンの掴み方が分かっていないとか、ね、助走、アプローチって言って、あの助走するところがあるんですけど、スライドエリアのところはちょっと気になってるんですね。一回気になっちゃうとね、どうしても気になるもんですから。このスペアはどうでしょうか。どうか、2本、第4フレーム、金田恵子、レーンコンディションがなかなか読めない両選手、第4フレームをオープン、スペアにした後、5フレーム目から3連続ストライクといよいよ白熱したゲーム展開。8フレームを終わって斉藤プロ1ピンのリード、勝負は終盤に持ち越されます。さあ、とうとう、第9フレームまで来ました。よくボーリングのこのマッチゲームで、ファンデーションフレーム、9フレームのことを勝負の基礎になるフレームと言いますね。文字通りですよね、私のこれからなんですとね、この9フレームにストライクが来た方が勝つと思いますね。まず先に投げるのが金田恵子プロ、
さあどうだ。どうか。8本です。金田の方がちょっとカウントが悪くて8本ですから、これでだいぶですね、ここに行っての斉藤が、はい、斉藤がリードしてもこの2ピン差っていうのがワンマークにつながるんですよ。そうですね、ですから金田のこのカウントダウン、はい、8本というのは非常に大きいですよ、はい、斉藤が非常に楽になりました。ともにこの全日本選手権もちろん優勝があります。その見応えのあるこの4位決定戦なんですが、終盤に来て金田圭子プロ8本スペア、第9フレームストライクが来ませんでした、はい、斉藤がもうだいぶ有利になりました。ここ3ピンなんですが ねワンマークリードと言ってもいいぐらいなカウント差なんですね、はい、これはですから、はい、斉藤がストライクくればまず斉藤の勝ちが、まあ、10フレームありますからね、ほぼ、なんか展開がそういう感じがしますね、うん、ストライクが来たことによってですね、斉藤がミスをすれば別ですけども、金田が2つストライクを出さなきゃ、もちろん全部ストライクでしたら斉藤の決定ですけどね。さあ問題は斉藤の方がですね、この31番で左側、ここをハプニングを起こさないこと、いわゆるスプリットを出さないことですね。最終フレームに入ります。斉藤忍プロ、テンフレ1投目はさあ来た、これでこれも本当になんかこう気迫で倒したというような、ストライクでした、カウントで、ほぼ決まりですね。このVTR ですが、本当に気持ちの入った一球ですね、今回この斉藤選手勝ちますとこの選手権10回目の優勝、通算68勝目になります。しかしまだ4位決定戦、斉藤が優勝するためには6ゲーム、6勝しないといけないわけですね。もう2ゲーム目に入ってます、今度は8本、これスペアでですね、はい、211ですから、はい、金田がパンチアウトしても210しかいきませんからね、はい、このスペアを取りますと勝ちが決定ですね。決定ですね。おお最後は天を仰ぎました、斉藤忍選手211ピン。しかし金田プロも勝敗は決しましたが、さすがに見せてくれましたね。そうですね、いいゲームだと思いますよ、内容の濃い、2投目、
手が当たりました。大きな拍手が沸いています。お互いにやっぱりあの、ね、コンディションの、はい、読みが、ね、なかなか難しかったようですね。金田にとっては今投げている方の32番レーン、うん、はい、斉藤にとっては左側の31番レーンのコンディションの読みが、はい、難しくてそのスコアを出しにくかったと。最後は決めました。198で福田プロ投球を終了しました。4位決定戦、斉藤忍選手が金田恵子選手を再決定戦の末に破って3位決定戦に勝ち上がりました。乾杯。私アルコールダメなの。アルコールがダメという方にノンアルコールのペリナザクロワイン。今話題のペリナザクロワインは女性ホルモンに似たエストロゲン物質がザクロに含まれており、女性の間で大人気。ノンアルコールだからお年寄りお子様にも安心してお飲みいただけます。そっか、ノンアルコールなんだ。女性の味方ペリナザクロワインで乾杯。これなら何杯でも飲めそう。ザクロワイン、ブルーベリーワイン、赤ワイン、ノンアルコールワインペリナシリーズ、お求めは全国有名百貨店スーパーで、お問い合わせはフリーダイヤル 056-356 へ。それでは第3位の再決定戦をスタートいたします。3位決定戦も再決定戦に持ち込まれました。斉藤忍選手、地元沖縄の出身の金城愛乃選手を213対180で破って再決定戦に持ち込みました。斉藤選手からです。びっくりしましたね。いや、本当に気持ちが入っているというのはもう、そうです、本当にこういうプレーのことを言うんでしょうね。これはもう近所はね、斉藤を意識しない、斉藤を見ないことですよ。あ、そうですか。それで自分のゲームだけを考えることですね。まあプロ入り6年目、新人戦以来タイトルがない近所愛乃選手、具志川市出身。そういうペースでいくとですね、はい、近所は勝たないと来年のシードというのは、はい、シード権を取る取らないということもありますからね。ここまでは地元ファンの大声援に応えてきました。しかし近所としても本当にこういう状況の中で斉藤選手とマッチプレーを、しかも2試合もやるというのは、そうです、これ大変貴重な財産じゃないですか。それとね、しかし落ち着いてますよ。今ワンテンポ遅らせましたからね、一呼吸置きましたから非常に落ち着いてますよ。これならいけるんじゃないですかね。タイミングで、あっ、倒れた。ちょっとヒヤッとしました。具志川市出身、具志川東中学校から前原高校、そして現在は大阪で修行をし、去年のランキングは29位、今年はネピアカップの12位というのが最高です、はい、この選手権は非常に健闘しています。金城愛の第2フレームのペアを取りました。しかし斉藤選手はこれでテレビ決勝もう4ゲーム目なんですね、はい、そうですね。しかし落ち着いてますし隙を見せないですよ。第2フレームです。あっと1本残りました。
かし同じ4ゲームでもこのステップラダーいわゆるマッチゲームしかもテレビが入っているという中でのこの4ゲーム心身ともにこのエネルギーの消費というのはね、いや大変です。今気が張ってますからね、いいですけどもゲームが終わった後はぐたーっとくるんじゃないですかね。おそらく 2,3 キロ痩せるんじゃないですか。しかし今のところ全く隙がありません、はい、もう This is match game ですよ。ポケットを外さない、はい、ミスもしない、こういうのが一番嫌なんですよ。若い選手にとっては特にですね。いや何しろ通算67勝をマークしている斉藤選手、もういろんな経験をしてきたんでしょうから、そうですね、もう先ほどの4位決定戦ではその本当に我慢に我慢を重ねて金田プロを破りました、はい、今度は地元出身の大声援を受けている金城プロに対してがっちりと固いゲーム、いろんなバリエーションを持ってるんですね。もうポケットを外さないですよ、はい、残るとすればもう斉藤は10番ピン、天ピンしかないですね、はい、いいアングル投げてますよ、まっすぐに、はい、痛めに沿ってですね、うん、ストライク、スペア、ストライクときました斉藤忍プロ、こちらもストライク、スペアときています金城愛乃プロ、再決定戦、再決定戦です。綺麗なストライク、こちらも来ました。あ、いいですよ。どうですか、最初のゲームに比べてこの再決定戦、ちょっとほぐれましたか。ほぐれてます、思い切ってきてますよ。でね、勝ち負けは見ない、うん、意識しない、スコアも見ないということですよ、はい、それやっぱり見てないようですよ。あ、そうですか、再試合ではワンピンでも勝った方が優勝決定戦へ。ディフェンディングチャンピオンの斉藤プロは中盤スペア、ダブル、スペアときたのに対し、さあ斉藤ストライクですと並びます。ああ今すごいストライク5本残しました。第7フレームでは決まります。一方の金城プロは主導権を得るのに絶対に負けられない一戦、ストライク、スペア、ストライクときて7フレーム目には痛恨のオープンフレームを作り大ピンチを迎えます。斉藤選手の第8フレームはしました。大きい、最後の1本ポーンと倒れました。これです、これちょっと斉藤にしてはミスなんですね、はい、ラッキーですよこのストライクは、はい、最後にこの残った1本がですね、はい、わーっとこうゆっくりと倒れていきました。そして今8ピン差ですか、はい、投げてる斉藤がリードですけども、はい、この辺なんですよ、この1球、うん、これが一番大事な1球ですから十分斉藤は知ってると思いますね。ここで来れば勝つだろうと、はい、思って投げる1球ですよ。第9フレームです、はい、67勝している超ベテランが一番大事な1球を、うん、ストライクを出すか出さないか。ストライクが来なければ金城にまだチャンスがあります。残った、さあこれでまだ金城にチャンスがあります。この31番ライン左側、はい、先ほど5本でした、で今は1本残りました。そうですね、これ絶対欲しい、ストライクは絶対欲しいフレームなんですよ、というのはねこれで金城がチャンス出てきましたからね、はい、マークして第9フレームを終えました斉藤忍選手。相変わらず8ピン差。
これでですね、はい、金城がストライクが来れば並びますから、はい、金城は優勝決定戦に進出するため、はい、来年のシード権を得るため、はい、勝つためにはここでストライク、はい、もう来シーズンをも左右する大事な一投です、はい。どうでしょうか、来た。さあ並びました、うん、今のはどうですか。いいですよ。いやもうおそらくね、ええ、今のは何も考えないで投げたと思いますよ、うん、さあここも考えちゃダメですよ、うん、はい。もう一つ来ますと、はい、来年のシード権とそして優勝決定戦進出と、はい、いろんなものがこの1球に含まれますからね。この試合で2位に入りますとランキング24位以内のシード権を獲得します。金城愛の大変なチャンスをものにしました。しかしまだ分かりません。序断はもう一つ来ますと大分有利になりますからね。リリースと同時に会場内からやったという声が今ね、おそらくね、はい、もう何にも考えてないですよ。そうですか、ね、いや会場からは何だ瞬間に来た、やった、はい、あ方々から飛んでいましたね、はい、これでね、近所今度カウントが大事です、はい、8本以下を出さないこと、はい、9本以上、うん、ストライクならもう勝ちが決まりますけれども、しかしここで斉藤プロを、ね破るとなるとこれはもう大変なことですね。ですね、これね9本以上ですとね、斉藤がですね、はい、ストライクを2つ出さなきゃならないんですよ、うん、9本以上ストライク、これがさあどうだ。どうか、ちょっと落ちた、落ちた、立派だ。これね、いや4つ連続、いやーお見事。いやこれはですね、ちょっと私も考えられない、やっぱり地元の人の応援、はい、それともね緊張も何も考えないで、これはレーンとピンにスコアは考えて見てないですか、ね、ないと思いますよ。いや斉藤としてもここまでやったのも、はい、これで31回目の全日本は若手同士の、はい、最後は9本でしたが216で216ピン、はい、あ200ごめんなさ い, 26です、ね、226です、はい、そして斉藤選手がパンチアウトをしても215です。5です、はい、銀城愛の選手の、いやこれは素晴らしい、これはもう、はい、いや考えられない。私もちょっとここまでやるとは、逆に言うと、あの近所のミスがですね、はい、ここまで開き直ったのかもわかりませんね、はい、斉藤とすれば7フレームのこの5本スペアというのが相手にちょっと、この選手権9回制している斉藤忍プロ、もう斉藤のゲームは全然ミスが見えないですからね、はい、組み立ての中に、最後もスペアです。いやしかしベテランの味見せてくれました斉藤忍。そして金城愛乃選手に本当に大きな大きな拍手が送られました。この後はいよいよ優勝決定戦、若手同士の優勝争いです。あっちこっちのお掃除の悩みすっきり解決。今話題のあっちこっち付近は主婦の強い味方。洗剤を使わず水で濡らして絞るだけ。あっちこっちの汚れをきれいに落としてくれるんです。普通の雑巾と拭き比べてみると、今度は裏からほら汚れをしっかり捉えて離さない。その秘密はテイジンのマイクロファイバー、ミクロの汚れもしっかりキャッチ。
汚れた窓ガラスもさっと一拭き、二度拭きいらずでピッカピカ。洗剤なしでも汚れを取るので環境に優しく手にも優しい。食器、レンジ、冷蔵庫のお掃除に、オーディオや家具、ゴルフクラブのお手入れや洗車後の拭き取りに大活躍。これからの布巾はこれだ。定人あっちこっち布巾、 L サイズ2枚、厚で1枚、3枚がセットで3500円。お求めは0120-396-202。優勝決定戦をスタートいたします。はい、優勝決定戦です。第31回全日本女子プロボウリング選手権大会優勝決定戦もまたしても再決定戦となりました。シードの大山ゆりか選手、あ、ちょっと大山も乗ってきましたよ。はい、ちょっと先ほどのゲームは硬さがありましたけどね、はい、乗ってきました。先ほどの決定戦では262-237で金城愛乃が勝ちまして、再優勝決定戦に持ち込みました。大山ゆりか、金城愛乃、25歳同士、若手の優勝争い。1本残った。いや、お互いにいい顔してますね、はい、まあしかし本当にこの全日本選手権で優勝決定戦に残って、こうやって白熱した試合に臨んでいる自分自身がですね、本当にこの幸せを感じてるんです。そうですね。そして私もですね、はい、本人同士が、もうおそらく 100% ですね、優勝決定戦に出るなんてことは考えてないと思うんですよ、こちらが大山ゆりか選手ですから、これ終わった後どういうコメントをするか、はい、おそらく終わっても実感としてはまだないでしょうね、はい、うん、というのは過去の31回、ここで31回目ですけど、はい、30人のチャンピオンの顔ぶれ見れば分かりますからね、はい、中山律子、はい、並木恵美子、そうです、須田香代子、はい、そして斉藤金田、はい、はい、その仲間入りをするわけですからね。そうですね。あっと、これも1本残りました、ちょっと今度はあの金城にとってコンディションがですね、電瓶が残るような感じになってきましたね。やはり今の表情、大山選手見てませんね、金城選手の投球を、はい、おそらく見ないと思いますよ、はい、スコアも見ていませんかね、今ちょっと上を、はいはい、見上げました。あの投球は見ないと思いますよ。どうしてもね、その相手の選手のそれ覚えちゃうんですよ、どっかに体が。スケア取れました、金城愛乃選手。前半はですね、はい、ちょっと大山の方がいい感じですね、うん、それはどの辺に現れていますか。やっぱりその今言ったストライクコース行きますね、はい、天秤が残らないような感じがするんですよ、うん、はい、ただ後半また変化しますから分かりませんけどね、うん、第1フレームはストライクでスタート、そして第2フレームも全部倒しました、ストライクです。これ大山は前半はちょっとポンポンと行きますけども、はい、近所の方はちょっと辛抱して、はい、必ず後半チャンスが来る、うん、ということを信じながら待つことですね、はい、それかあるいは思いっきりボールを変えてしまうとかですね、あ、どこかで変化を持たせると、はい、まあ、しかしボールを変えるというところまでは、うん、なかなかですね、はい、できませんのでね、前のゲーム260打ってますから。現在女子プロの若手の成長株、大山ゆりか、
1フレームから第3フレームまでストライクが続きました。このフォームタイミングいかがですか。合ってきたんですね、あの大山の方が、はい、でちょっと近所の方がちょっと元気ないんですよ。あ、そうですか、あの先ほどのゲーム勝ったところで、ちょっと疲れたのか、ちょっと元気がないですね、ボールに。まあ、確かに斉藤プロと2試合やって、はい、そして先ほどの優勝決定戦、そしてこの再優勝決定戦。ただストライクが一つくれば、はい、来ました。これで来ました。これでチャンス、はい、きっかけがつかめると思いますね。金城愛乃選手は94年にプロ入りして、その新人戦で一勝しているんですが、その後タイトルはありません。そうですね、いきなりこのメジャータイトル、はい、まあ、もし勝ちますと、はい、4年間ぐらいいろいろ苦労しましたんでね、それがこういう待つことを覚えてきたんだと思いますね、はい、わー来ました。さあ、これでまるっきり分からなくなりました。このシーサイドボール三浜、大勢のギャラリーが詰めかけています。金城選手のストライクにもう本当に割れんような、割れんばかりの拍手。一方、大山ゆりか選手、こちらも今年念願のタイトルは取りましたが、このメジャータイトルはやはり重みが違います。そうですね、うん、どうだ、わー、すごい、何かこう勢いを感じるんですが、はい、このゲームに関してはそうですね、はい、金城にとっては大山がどこでストライクが切れてくれるかということでしょう。3フレームを終わって2マークリードされた金城プロ、この後3連続ストライクとしたのに対し、こんなゲームはちょっと見られません。大山プロは6連続ストライクと完全にレーンコンディションを読み切り、試合を優位に進めます。しかし7フレームではスペアとしてしまい、パーフェクトの夢がついえてしまいます。さあ、まだチャンスあります。まだ望みをつなぎました、はい、さあ、分かりません。割れました。2マークリード、約20ピンリードしている大山に、はい、スプリットですよ。これでですね、はい、まあ、このスペアもあのスプリットも取れないことはないですけど、非常に難しい。一本取りました。いや、本当最後の最後まで分かりません。ちょっと分からなくなりましたね。差がワンマークになりましたから、はい、そして金城が8フレームストライクですからね、はい、さあ大山にとってはですね、9フレーム、ファンデーションフレーム、どうしてもストライクを出しておきたい。第9フレーム来た。さあ、これでまだ分かりません。と言いますのは、ね、ました、はい、カウントなんですよ、はい、今金城のが6本、はい、そして大山のが5本というカウントですから、はい、これ大山が今のストライクということが非常に有効なわけですね、はい、さあ、もうカウント勝負にありました。
第31回の全日本女子プロボーリング選手権大会。さあ金城はこれは、はい、ストライクを出してダブルで並んでおかなきゃダメです。刻一刻とチャンピオン誕生の瞬間が迫っているんですが、そのチャンピオンは果たしてどちらなんでしょうか。ストライクならばチャンスありますよ。あーっと切れた。これでどうやらまだ分かりません。一本残りました。まだまだ分かりません。ワンマークさん、はい、今大山選手がちょっと上のスコアを見上げました。はい、金城選手も見ています。はい、スペアを取ってですね、はい、10フレームパンチアウトして待つという。はい、大山もザラッと下を見てますよ。もう大山選手は本当にもう相手の投球を見ません。おそらくね、もう本当に心臓の音が聞こえるんじゃないかと思いますね。緊張、しっかりスペアを取らないとダメですよ。これは取りました。さあパンチアウトしてます。いよいよ大詰めです。はい、最終ゲーム、勝つためにはまずは一つストライクを出すことです。はい、こちらが大山。はい、現在金城9ピン負けてるわけですから。はい、これもカウントがありますからストライクを出しておくこと。金城美濃の最終フレーム1投目、倒れました。何か最後の1本は声援で通したという感じですね。これでまた分からなくなりました。地元の声援で倒れたと、はい、そんな感じすらしました。こちらが大山、大山エリカ選手。これが今のストライクでですね、一品有利なんですよ。はい、と言いますのはね、これが金城がパンチアウトしますと236ですね。はい、そして、大山がスペアストライクですとね、235なんですよ。そうですね、はい、したがって今のストライクは大きい。しかし勝つためにはもう一つストライクを出しておかなければダメだと。本当にわからない。いやしかし、ええ、先ほども262対237。はい、これでですね、はい、大山がもう一つストライクを出さなければならないんですね。はい、今回ももうすでに200アップしています。金城、そしてストライク2つ。そしてそのためにはこれ金城が、ね、ストライクを出してこないとダメなんですよ。そうですね、はい、これ9本ですとね、はい、スペアストライクで235でドーピンになりますからね。はい、そうですね、はい、さあパンチアウトあるか。最後の投球です。パンチアウト。さあ分からなくなりました。これで大山がもう一つストライクを出さなければ なくなりましたね。結局金城選手は236ピン。しました。倒れました。はい、逆転逆転また逆転。これで大山の勝ちですね。これで勝ちが決定、あとカウントがありますけども、はい、
いや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 、びっくりしましたね。そして天気の1投目ダブルが来ました。いや本当にこれはびっくりしましたね。今も金城のパンチアウトで、はい、金城の勝ちかと思いましたけれども、はい、よく今大山ストライクを持ってきましたね。しかしね、はい、俺は本当に分かりませんから、過去にも3本倒せば優勝というのが倒れなっていうことはありますから、きちっと投げないといけないですよ、はい、油断したらダメ。おそらくね、気持ちの中が分からないですよ、はい、彼女はもう今のようにブロックに行くことないですから、はい、しかし250ですよ。そうですね、素晴らしいですよ。これで今の一投で本当に決定いたしました、ね、もうおそらく、はい、それでは優勝者の最後に見えてないですよ。すでにこの大会優勝を決めました大山ゆりか選手の最後の投球です。パンチアウトで締めました。鮮やか、素晴らしい255ピン。大山ゆりか選手の優勝です。メジャータイトル金城も涙。ございます。ありがとうございます。今の気持ちを聞かせてください。もう嬉しいですプロ入り4年目、大津プリンスカップで初タイトル、そしてこの素晴らしい全日本というタイトル獲得しました。はい、まあ、皆様の応援のおかげだと思っております。ありがとうございます。本当にあの決勝戦、私たちも息を呑む素晴らしい試合でしたけれども、振り返ってどうですか？いやもうあの金城プロがすごいストライク続いてたんで、いやちょっと私レーンが全然分かってなかったんですよ。でもあとはもう運に任せてと思ってました。もう並み居るベテラン勢を抑えて3日間本当に素晴らしいゲームをしましたね。はい、中にはちょっと危ないのもあったんですけど、とりあえずその次のゲームは次のゲームだと思って行ってたんで、本当嬉しいです。皆さんどうも本当ありがとうございます。